はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、テストにおける子どもたちの珍回答ですね、変な回答ね、これについて教師としてどう対応するのかお話ししたいと思います。今私が運営しています村野聡作文指導研究室の中でちょっと話題になったんですけれども、私が6年生の担任だった時にテストの裏面にこんな問題が出ていたんですよ。短文を作る問題ですね。66ないっていうね、否定を伴う副詞ですね。66と来たら下は必ず否定が来るわけですよね。66ないね、全然も本当はそうなんですね。全然ないなんですよね。今ね、全然あるとか言う人いますけど、全然と来たら、否定の言葉が来るっていう、こういうのをこうの副詞というふうに言うんですけども、その問題が出たわけですよ。村の学級の当時の子どもたちはね、いろんなこと書いてましたね。当時私も若かったもんでね、子どもたちが私をちょっとね、ディスるような例文を書いてくる子たちは結構いて、ですね、例えばね、村野先生は66仕事をしないなんてね、文を書いてくる子どもたちがいたんですね。でも66ないでね、ちゃんとできてますから丸ですよね。当然丸をつけるわけですよ。あとね、村野先生は66風呂に入らないとかね、そんな事実とは違いますよ。もちろん違うんだけども、そんな文をね、こう書いてきましたね。私も分かったのでね、書きやすかったんですよね。そんな中にですね、こういう文があったんですよ。はい、丸に何が入るか分かりますか？これ作文研究室の方ではですね、見事正解した人がいてね、驚いたんですけどね、これね、こうなるんですよ。村野先生は66尾でない。これをね、笑っちゃいますね。私若い頃ね、結構痩せててね、ガリガリタイプで、しかもこのなで型なのでね、首がこう長く見えるんですよね。それをね、ディスって村野先生は66尾でないって書いたんですけど、うまいですよね。超ハイセンスだと思いますけども、ただこれね、高音の副詞は使われてないわけですよね。66尾になっちゃってますから、そんな時に、どういう丸付けをするかということを研究室の方ではね、話題にしてみたんですね。で、皆さんどうですか？これ採点×にします？丸にします？もしくは他の方法を取りますかね？研究室の方ではやっぱり×にするっていうね、意見も多かったですね。この面白さはね、ユーモアは最高だけど、でもテストとしては×っていう意見が多分多いんじゃないかなと思うんですね。で、私この時どう採点したかね、実はね、ちょっと覚えてないんですけども、ただ年齢が上がってきてからこういう珍回答にあった時はね、大体対応が決まったんですね。問題も悪いわけですよね。そういうことが起きないように問題は作んなきゃいけないわけですよ、本当はね。問われてることに対して決して間違ってない部分もあるわけですよね。66ないを使って文を作りましょうってことですから、決して間違ってはないですね。高音の副詞を使ってと書いてあったら×になりますけどね。基本方針はですね、こういう場合はテストの問題が悪かったって考えるわけですね。こっちに非があるって考えるわけですよ。でも丸つけるわけにもいかないじゃないですか。ね、本来の目的と違うし、保護者が見てね、これ違うねって思うわけですよね。ですから、私はこれは面白いけど、これはこういう問題だからね、もう一回書き直してきてっていうふうに、書き直しさせますね。そして丸をつけてやるっていうパターンが多かったですね。先日ですね、ネット上でこんな問題も出ててね、これも話題になってましたけども、問題がやっぱりひどいわけですね。矢印が明らかにね、このアンパンみたいなとこ指してますから、アンパンって書いた子がいてね、決して間違いではない。ただ理科ですからね、アンパンが答えになるわけはないんで問題文としての不備もあるわけですよね。ですがこういう場合もこれは面白かったよと言っといて、でもこういう問題の趣旨だよと言って、ここ何が入る、もう一回考えてっていうふうにしますね。当然ね、テスト用紙を回収してからこっちは気がつきますので、個別に読んでね、そういうふうにそこだけちょっと修正させますね。それで合ってれば丸をするという形を取りますね、私はね。ちなみにネット上で珍回答スペーステストっていうふうにね、ネットで検索するとですね、すごいもっと面白いね、珍回答集の実物が出てきますのでね、思わず笑っちゃうようなものもありますね。逆に言うと、子どもの発想ってね、すごいなと、教師の発想からはとても生まれないような回答をね、出してきますので、それはある意味ね、子供ってやっぱ天才だなというふうに思いますね。はい、皆さんはどんなふうに採点していますでしょうか？私はこんなふうにやってきたというお話をいたしました。さて、12月18日の、土曜日午前中ですね、第12回村野聡ウィンターライブ、提案する社会科ということで、全部社会科ですね、について、提案していきます。結果的にですね、歴史の授業が比較的多くなっちゃってるんです、講座の内容がですね。歴史の授業の中でもね、ここはどうやって授業したらいいのかなとかね、読んで終わっちゃうみたいなところって結構あるじゃないですか。あと難しくってね、どう扱ったらいいのかなっていうのもあるんで、
まあ、そういうところが結構多いんですね。この単元をこんな風に授業するんだということがですね、おそらくですね、今までなかったようなパターンをいくつもご用意しています。ぜひですね、ご参加ください。まあ、例えば今6年担任じゃなくてもね、今5年生担任であれば来年度持ち上がれば歴史をやるわけですので、まあ、そんな時にフル活用できると思いますのでお勧めしたいと思います。あと先ほどお話ししましたね、作文の研究室の方もぜひご入会ください。今週は金曜日ね、実践交流会があってね、3人の先生方が作文の実践についてご報告くださいます。まあ、そんなお互いね、勉強する場ですので、ぜひ一緒に学べたらなというふうに思います。あとメンバーシップの方は今討論ということでね、やっております。まあ、最も難関のね、討論の授業にメンバーシップの方では挑戦して解説しておりますので、自分のクラスで討論の授業を成立させたいなというふうに思っている方はですね、ぜひメンバーシップの方にも参加していただけたら嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。